長芸。蝶芸、ゲ芸、ちゃう、芸は、大日本帝国海軍の潜水母艦。早鯨型潜水母艦の二番艦。艦名は、クジラの別称で、徳川幕府が使用したゲ芸丸に続いて二代目。軍艦蝶芸、ゲ芸、ちゃう、芸は、日本海軍が、三菱長崎造船所で建造した潜水母艦。 廃艦になった88艦隊主力艦の機関部を流用し、長芸は、加賀型戦艦の土佐より、1924年、大正13年8月に、水雷母艦として巡工した、同年12月、潜水母艦に類別変更。姉妹艦早くじらと共に、日本海軍が最初に保有した本格的、潜水母艦である。昭和時代に、 一型潜水艦などの高速、大型潜水艦が充実すると、能力不足が顕著となり、1939年、昭和14年以降は、新型潜水母艦のオクジラや剣崎に、潜水母艦と潜水船隊機関を譲る。二隻、早クジラ、長芸とも、練習艦や工作艦になった。だが大クジラが空母流放に、剣崎が空母昭和取りに改造され、 早くじら、長芸とも再び潜水戦隊機関に返り咲いた。太平洋戦争開戦時の長芸は、第三艦隊機関の第六潜水戦隊機関であった。1942年、昭和17年4月10日、第六潜水戦隊の解体に伴い長芸は、クレチンジュフ部隊に編入され、練習家任務に従事した。1943年、 昭和18年1月15日、長芸は第8艦隊機下の第7潜水船体に編入され、早くじらより機関を継承する。ダバウルに進出し、同地にあって潜水艦作戦を支援する。11月25日、長芸は鹿島と共に内海西部へ帰島した。以後の早くじら型二隻、早くじら、長芸は瀬戸内海で、 潜水艦部隊の練習艦として過ごした、長芸は第十一潜水戦隊機関。1944年、昭和19年になると、早くじら型も輸送任務に投入された。早くじら創出後も、長芸は内海西部で訓練に従事した。1945年、昭和20年6月上旬、舞鶴へ開港される。 7月30日の空襲で損傷したものの、終戦を迎えた。戦後、朝兵は福音輸送に従事した後、解体された。日露戦争第一次世界大戦当時の潜水艦、潜水艇は限定された能力しか持たず、居住空間も含め、常に母艦の支援を必要とした。しかし、日本海軍の潜水母艦、潜水艇母艦や潜水船体機関は、 輸送船や旧式解剖艦、巡洋艦改造の艦艇ばかりだった。早くじら型は日本海軍最初の本格的潜水母艦であり、艦隊に随伴可能な速力と高揚性、特設巡洋艦や駆逐艦,艦程度に対抗可能な戦闘力、機関としての通信能力、補給能力、母艦としての居住性能、簡易工作艦能力を合わせ持った多用途艦である。 また訓練時には仮想敵としてメリーランド級戦艦などと仮定されることもあった。日本海軍の本格的潜水母艦は大クジラが竣工するまで早クジラ型2隻、早クジラ、長芸ーーのみだったが、これは有事には大型火脚船を潜水母艦に充当する予定であり、平時には艦隊訓練用として2隻で十分だったからである。長芸ーーは1920年。 大正9年度の計画、88艦隊案により、建造が予定されていたが、寄港前に、ワシントン軍縮条約が締結された。それにより、計画艦の中で寄港前のものの予算は一度、見直された。幸い、長芸は計画中止になることなく1923年の、大正12年度艦艇補充計画により改めて、予算を獲得、建造された。 民間技術者と建造能力維持という観点から、二隻、早くじら、長芸とも、三菱長崎造船所での建造になった。この際、軍縮化で建造費を節約するため、88、艦隊主力艦用として製造されていた、ボイラー艦根式ロゴーコン年間を流用している。当初の計画では、長芸用のボイラーは、加賀型船艦2番艦とさより4艦。 天城型巡洋船艦4番艦高尾より1艦であった。長崎三菱造船所における土砂の浸水は1921年、大正10年12月18日だった。1922年、大正11年2月15日、日本海軍は建造予定の水雷母艦を、長芸、特務艦2隻をそれぞれインドとマミヤと命名した。三月十一日、 長芸は寄港。しかし、軍縮条約と土砂ボイーラー搭載の関係上、長芸の工事は遅れ始める。1923年、大正12年9月18日、長芸は水雷母艦に類別される。1924年、大正13年3月24日、長芸は浸水した。8月2日、長芸は竣工した。長芸偽装院事務所も閉鎖された。 クレチンジュフセに編入された。9月8日、第2艦隊、第2潜水船隊に編入。9月12日、長芸は、防護巡洋艦平戸より、第2潜水船隊機関を引き継ぐ。同時期に撮影された、早くじらと長芸が並んで停泊する写真が、残っている。飛行機洋襲デリックや、水上偵察機搭載の有無などの際があるが、2隻を、写真から識別するのは、 極めて難しい。春工から約4ヶ月が経過した1924年、大正13年12月、早くじら型2隻、早くじら、長芸は、水雷母艦から潜水母艦に類別変更される。艦隊編入後は、中国方面や南洋に進出し活動した。大正15年度の連合艦隊潜水船隊編成における、第2艦隊、第2潜水船隊は、機関 長芸、第14潜水隊、第17潜水隊、E51、E52、第7潜水隊、E12 となった。1935年、昭和10年に一度練習艦となるが、ともつる事件による復元性能改善対策は、この時期に行われたようである。昭和に入り移合潜水艦、巡船型や海外船が潜水船体の主力となると、 旅行潜水艦の潜水船隊機関、母艦を想定していた、早くじら型では、能力不足となった。海大船の水上速力は20ノットを超えていたので、ある。このため、潜水船隊機関には5500トン型巡洋艦、軽巡ゆら、絹、いすずなどや新型の潜水船隊用巡洋艦、大淀型が配備もしくは建造された。 例えば昭和10年度の第二潜水戦隊には、早クジラとユラが配備され、機関はユラが務め、早クジラは母艦任務を担当した。また早クジラ型の艦令も15年を超え、旧式化が顕著になった。新鋭潜水母艦の大クジラ剣崎が相次いで巡航すると、1939年、昭和14年11月より、練習艦となった。本型は、航海学校。 運用術練習艦兵学校、機関学校生徒用の練習艦として重宝される。また日中戦争では、工作艦任務にも従事した。しかし、新鋭潜水母艦3隻、大鯨、剣崎、高崎、未完成、後の随宝は、有事の際に、空母へ改造する予定であり、実際に、軽空母に改造されてしまう。新鋭潜水母艦の空母改装により、 早くじら型2隻、早くじら、長芸は、翌年11月から、再び潜水船隊機関に戻ることとなる。早くじらは、第7潜水船隊機関、長芸は、第2潜水船隊機関。本型2隻に加えて、事前の予定通り大型火脚船を徴用して、特設潜水母艦とした。1940年、昭和15年10月11日。 早くじら型の2隻は横浜港域で行われた紀元2600年特別艦艦式に参加した。11月15日、日本海軍は主力潜水艦を中核とする第6艦隊司令長艦平田小中将、機関カトリを編成する。長芸は第2潜水戦隊機関となった。1941年昭和16年1月中旬以降、 連合艦隊と第六艦隊は合同で訓練を実施することになった。この時、潜水艦の戦時行動能力を検討するため、臨時部隊が編成された。第二潜水戦隊司令官、山崎茂明大佐、機関、以後第7潜水艦を、指揮官とし、第7潜水隊、E1、E2、E3、第12潜水隊、E68、E69? e 7 0と潜水母艦長芸で編成された部隊は、南洋諸島の第4艦隊、機関、鹿島を敵艦隊に想定した。横須賀隊、e 7第7潜水隊は2月23日内地出撃、呉隊、長芸、第12潜水隊は3月10日暮れを出撃、トラック諸島近海で行動する。臨時部隊は、トラック白地裁判小笠原諸島まで進出する。 第4艦隊に対し反復攻撃を実施した。連合演習終了後、各艦は4月23日に横須賀駅等した。同年4月20日、日本海軍は第6潜水戦隊司令部の準備事務を徴芸において開始した。5月1日、長兵は新編の第6潜水戦隊機関となった。同潜水船隊所属のまま太平洋戦争に突入した。 1941年、昭和16年12月8日の開戦時、長芸は引き続き、第3艦隊、司令長官、高橋伊望中将機関、足柄機関の、第6潜水船隊、司令官、河野千万少将機関であった。第6潜水船隊、機関、長芸、第9潜水隊、223、224、第13潜水隊、221、 百1 2 2は、カムラン湾に進出する。第六潜水戦隊の一部兵力、長芸、二1 2 3百1 2 4は、非等部隊潜水部隊として、フィリピン攻略やランイン攻略を支援した。当時の長芸は、艦首部分に白波を描き、艦側面には、魚雷発射管を描くなど、迷彩を施していた。1942年、昭和17年1月20日。 ポートダーウィン沖合で第9潜水隊の以後第124潜水艦が撃沈される。2月25日、E124 の除籍に伴い、第9潜水隊は解体され、残存の E123 は第13潜水隊に編入された。長芸はスラウェシ島、スターリング湾やミンダナオ島のダバオに停泊し、潜水艦作戦を支援した。3月10日、 第四潜水船機関間絹の解体に伴い、絹は、第十六潜隊へ、第十八潜水隊は、クレチン部隊へ、第十九潜水隊は、第五潜水船隊へ、第二十一潜水隊は、第六潜水船隊に編入される。この時点での第、第六潜水船隊は、母艦長芸、第十三潜水隊、百二十一、2百二十二、2百二十三。 第21潜水隊、旅33、旅34であった。4月1日、長芸は佐世保に帰島した。その後、クレに移動した。4月10日、日本海軍は第2弾作戦に対応して、戦時編成の改定を実施する。これに伴い、第6潜水戦隊は解体された。長芸は予備官となる。クレ・チンジフ、司令長官。 豊田タ・ソエム大将部隊に編入され、練習艦兼警備艦に指定される。以後、海軍潜水学校練習艦として、訓練に従事した。8月31日、日本海軍は、戦時編成の改定により、E34、E35、サンとスマルで、五潜水戦隊を編成し、クレチンジフ部隊に編入した。同部隊は、新造潜水艦の訓練と連成を、 主任務としていた。12月15日、旅行第100潜水艦は5潜水船体から第8艦隊機関の第7潜水船体に編入される。旅行潜水艦の配備に伴い、酸素魚雷の調整設備を持った長芸の第7潜水船体編入が決まった。1943年、昭和18年1月上旬、第7潜水船体機関の早くじらが、 内海西部に帰討した。1月15日、長芸は、クレチンジュフ部隊より除かれ、第8艦隊、司令長官三河軍一中将、三望長、大西晋三少将、三望、上重徳大佐補化機下の第7潜水戦隊機関となる。それまでの7戦線機関だった、早くじらが、交代で、クレチンジュ部隊に編入された、早くじらは、予備艦となり、 練習研警備官に指定される。1月19日、長芸、第7潜水戦隊司令官座上は、内海西部を出発する、翌日、再起を出港。1月26日、トラックに到着した。停潜水部隊、第7潜水戦隊機関は、潜県部隊指揮官、第6艦隊司令長官、機関、カトリの直卒から覗かれた。2月11日に、 トラック白地を出港した長芸は、同月14日に、ニューブリテン島のラバウルへ進出する。以降、同方面の潜水艦作戦を支援した。2月27日、第7潜水戦隊、兵力部署は、潜見部隊長潜水部隊は、南東方面艦隊、司令長官、草勝智一中将に編入され、南東潜水部隊となった。 両百型潜水艦の収益と編入により、3月15日時点での第7潜水船体は、母艦、長芸、第13潜水隊、両34、両百、両101、両102、両103、両106、両107、1 2 2となる。東部ニューギニア方面への輸送任務も、南東潜水部隊指揮官、第7潜水船体司令官の担当となり、 7戦線所属艦と増援潜水艦、E176、3月1日編入、3月28日戦艦部隊に、復帰、E20、3月13日編入、E5、3月18日編入、E16、3月20日編入、E6、3月28日編入等は、ソロモン諸島や東部ニューギニア方面に展開、輸送任務や敵艦隊攻撃、 増援遮断作戦に従事した。なお3月上旬のビスマルク海海戦時、7戦線各艦、両101、両103は、長芸の支援を受けて、ラバウルを出撃、沈没艦船の人員救助活動を行った。4月上旬の移合作戦でも、7戦線各艦は、天候偵察、富士に搭乗員救助、敵艦船攻撃任務に従事した。同任務従事中の4月5日、 三十四は、米軍駆逐艦に撃沈された。六月末以降、連合軍は、ニュージョージア諸島に来航、ニュージョージア島の戦い、六月下旬から八月下旬、並びに、ブーメンビル島の戦い、十月下旬以降が始まる。南東方面潜水部隊、指揮官、第七潜水戦隊司令官、機関長芸は、 各地への輸送任務や、溶撃作戦に投入されるが、損傷艦や沈没艦が続出する。11月2日、7戦線、第51潜水隊の旅行第104潜水艦は、ブーゲンウィル島方面で行動中、ブーゲンウィル島沖海戦で撃沈された、軽巡洋艦川内乗組員を救助、第3水雷戦隊司令官伊従院松地少将を含む、11月5日に、 ラバウルに帰投した。同日、空母サラトガとプリンストンを機関とする、米軍機動部隊は、ラバウルに空襲を敢行。遊撃部隊、指揮官、栗田竹雄大二艦隊司令長官の、従順洋艦部隊は大損害を受けた。特に従順マヤの被害は深刻で、栗田艦隊は、マヤをラバウルに残して、トラック白地に撤退した。11月10日にも再度の大規模ラバウル空襲があり、 駆逐艦、鈴波沈没、軽巡上がの損傷、駆逐艦長破隊派などの損害を受ける。南東方面部隊指揮艦、草勝富一中将、南東方面艦隊司令長官は、損傷艦と撃部隊のトラック白地開港を命じた。11日、マヤと長芸は、第二水雷戦隊と、第十戦隊の各艦、二水戦、野城、サミダレ、ハヤパ、藤波、十戦隊、 風雲、若月に護衛され、ラバウルを出発した。途中、先行して、ラバウルを出発した、アガノ、第十戦隊機関と、裏風のうち、アガノが、米戦水艦スキャンプの来撃で大破したので、のしろと三重にかける、藤波、早やは、アガノの救援に回った。十四日、護衛艦,艦艇及び、マヤと長芸は、トラック白地に到着した。この後、 連合軍のニューブリテン島西部構成により、ダンピール海峡は制圧され、南東方面における日本軍の敗北は決定的となった。トラック到着後、長芸艦長は、練習巡洋艦鹿島、11月10日府で第4、艦隊より助席、クレチンジフ警備館及び特設巡洋艦後国,国丸を指揮し、内地へ帰島することになった。11月18日、 三隻、長芸、鹿島、五国丸は、第十戦隊所属の駆逐艦二隻、秋月型駆逐艦、若月、満潮型駆逐艦三雲に護衛され、トラック白地を出発する。11月19日、艦隊を追跡していた、米潜水艦、スカルピンを三雲が発見して撃沈し、生存者41名を救助した。三雲は、トラック白地に戻っていった。 横須賀に向かうは勝つと分離した後、三隻、長芸、鹿島、五国丸は11月25日に内海西部へ帰還した。11月29日、長芸は第七潜水船隊より除かれる。第十一潜水船隊、4月1日新編、11月25日より、第六艦隊所属の機関となり、瀬戸内海で訓練に従事する。潜県部隊、 指揮官、第六艦隊司令長官の兵力部署においては、第十一潜水部隊である。十二月一日、潜水艦乗陸組員急速要請のため、五潜水戦隊が再編された、機関は早くじら。また鹿島もくれ練習戦隊機関となった。九1944年、昭和十九年七月二十八日、大本営海軍部、軍令部は、 大会指第438号により、連合艦隊とクレチンジュフから軍艦4隻、ながら、長芸、鹿島、早鯨を、佐世保チンジュフの帰下に加え、第2航空艦隊、司令長官、福留茂中将の南西諸島方面物資輸送を命じた。これにより、早鯨型、早鯨長芸は、沖縄方面への輸送任務に就くこととなった。長が、 輸送任務に従事中、第11潜水船隊には一等巡洋艦ヤクモが編入された。同任務中の8月7日、長良は、米潜水艦、クローカーの来撃で沈没した。9月19日、早くじらは、米潜水艦、スキャバードフィッシュの来撃で大破し、沖縄本島に栄光された。10月10日、10、19に遭遇して、沖縄本島で沈没。 同時期の長芸は、現代の第11潜水セ隊に復帰しており、瀬戸内海において、以後第58潜水艦などの心臓潜水艦と、共に訓練を実施した。12月19日、特殊水上攻撃規制欄を搭載できる以後第13潜水艦が、第11潜水部隊、機関長芸に編入された。12月30日、日本海軍は、イ13と、 以後第400潜水艦により、第1潜水隊を編成した。翌31日、第1潜水隊は、第11潜水部隊に編入された。長下駅下の各隊、各艦は、瀬戸内海で訓練に従事した。1945年、昭和20年1月8日、以後第401潜水艦は、第11潜水部隊に編入された。長下駅舎の各部隊、 各艦は瀬戸内海で訓練に従事した。3月5日、青蘭搭載可能潜水艦3隻、E13、E400、E401 は第11潜水部隊から除かれた。3月15日、E5 第14潜水艦は第11潜水部隊に編入された。長下期間の各部隊、各艦は他部隊と共に訓練に従事した。 3月19日のクレ軍港空襲では、少数機による空襲を受けたが被害はなかった。4月1日、イ14は、第11潜水部隊から除かれた。5月以降、空襲の激化に加えて、瀬戸内海が嫌いで封鎖されたため、長芸以下第11潜水船体も日本海側のマイズルに移動することになった。6月1日、長芸は、クレを出発する。 イオナなどを経由して、三隻、長芸、以後第201潜水艦、以後第373潜水艦は4日、舞鶴港に到着した。6月8日、長芸は舞鶴港外で食来して軽微な被害を受けた。その後、B-29 による、機雷不設のため、宮津湾所在の長芸と、第17駆逐隊、摂風、初下も、ほとんど行動できなくなる。 7月30日、敵艦蒸気の攻撃で、長芸は環境に直撃弾を受け、中波、初島は、対空戦闘中に触雷して格座した。なお、舞鶴周辺に、所在の艦艇は大損害を受けたが、病院船、高砂5丸、氷川丸、第二氷川丸、オプテンノール、のように被害を免れた感染もあった。長芸は、損傷状態で、切風や、 軽巡洋艦庫は現在のまま終戦を迎えた。終戦後、舞鶴海軍交渉は福音輸送に従事する艦船の修理を行った。舞昌は8月15日から12月末まで、長芸、作、摂布、風、楠木、締しめ盛り、くなしりなど福音、または総会用、艦船60から70隻の整備を行うという。長芸は修理により環境の形状が変化。 その後は福音輸送に従事した。本来の機関貨幣は全員帰郷してしまい、機関神経験の元神神なり部隊隊員、特攻兵器、大家部隊、約20名が、長芸に配属された。館内期日も失われ混乱の中、素人の機関貨幣たちは、機関室火災と修理と整備を繰り返しつつ、長芸を運用していった。妊娠中の女性が、の乗船中に出産し、 長芸にちなんだ名前が付けられたこともあったという。1946年、昭和21年8月15日をもって、福音船任務解除。その後は、北地造船向島造船所で解体され、1947年、昭和22年初めに解体完了した。船体の一部は、同社の浮き桟橋に利用されたという。航空機は1927年、 昭和2年度に一度搭載し、1930年、昭和5年度より、常時、14式水上偵察機を1機搭載した。射出機は搭載されず、デリックで水上に下ろして運用していた。1940年、昭和15年頃には94式水上偵察機を搭載していたらしい。8センチメートル広角砲2機は1940年、 昭和15年頃 25mm 機銃連装2機と交換された。対戦中の機銃増備は明らかでないが、環境前に 25mm 機銃連装2機、その他の単装機銃10丁を増備していたとされる。また21号電探が全部マストのトップに装備された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。